はようございます。私たちは今長野県の駒ヶ根市に来ています。今日はバスとロープウェイを乗り継いで ロープウェイの山頂に来ました。それではレッツラゴー木曽駒ヶ岳。ただいまの時刻、朝の5時53分です。今日ほとんども満車状態ですね。メインの駐車場ですね。こちらもチケットを買う人と、あとはね、あとチケットを買ってバスに乗る人の列でね、いっぱいになっています。梅雨明け昨日、おとといだったかな。なのでまあそれを待ってた登山客の人が、待ちわびた人でいっぱいって感じなんでしょうね。うちの夫婦もその二人です。駐車場代金がここに入ってくるね。800円、1日800円。いやこれには含まれないけどね、別で後払い、後払いに出る時に、はい、今増便がやってきましたね。この前に駅から駒ヶ根駅から出発している便は先にもう行きましたけど、それは満車で、臨時便はここ始発のようです。じゃあ乗りますか。出発です。補助椅子使っての満席です。お待たせいたしました。このバスは駒ヶ岳ロープウェイ駅行きでございます。今日月曜だからもうちょっとさ空いてると思ったのに、いっぱいだね。いっぱいだね。びっくり。駐車場には5時に着いたんだっけ。6割ぐらい、6割か7割ぐらい埋まってたからね。平平駅に到着しました。でこの後もロープウェイに乗って標高2600まで上がるんです。すみません、ペットボトルのお茶をしてたんですが、ガイドの方いらっしゃいませんか。誰かペットボトルのお茶を落としたみたいですね。でなんかね、ここのバスが増便で5分おきにこの後ね、どんどん来ちゃうってことで、どんどんロープウェイに乗って並んでくださいって指示が出たね、バスの中でね。もう売店開いてるね。ただいま、ゴンドラは地上から約120メートルの高さで大きな滝、長ごと谷を渡っています。なお、走行中、耳が聞こえにくくなることがありますが、これは気圧がだんだん低くなる。待機中。8時まで行動順の、行動順の
前回と同じ状態、うん、っていうのも外がね真っ白なんですね。ご覧の通り真っ白結果ですね。なのでちょっと今まで30分ぐらい待機してたんですけど、もうそろそろ8時になるということで、そろそろ出発しようかなって思ってるんですけど、1時間半ぐらいかけて登っていくんですけど、ね、まあ、その間におそらく晴れてくるのかなっては、うん、それを信じて登ってみたいと思います。それではアルプスだゴー木曽駒ヶ岳。はい、それでは出発します。駒ヶ岳千両残しの方なんだけど、ここ残しの方だけど、ここ、うん、こっちぐらい、そう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 、うん、天気によってはね、もうそのままピストになるかも。今日はすごいですね、学校登山かな、いっぱい。いや、ここでちょっとお参り、お賽銭お賽銭、はい、はい、本日はどうかよろしくお願いいたします。お邪魔させていただきます。はい、レッツラゴー。なんか前回も全く同じこの真っ白な状態だったね。だからね、今回そうリベンジでねやってきて、リベンジしたいほどね、あの散々な登山だったんだよね。あのやっぱずっと白くて何も見えなかった。何もずっと参考中も、あの山頂に着いた時もそこから下山の時もずっと白くて、でもう寒くて、で私があの半分低体温症に慣れかけたぐらい寒くて、ちょっと ねこれはもう絶対リベンジしなきゃならないなって心に誓ったんですけど、その時それからもうどんどんぐらい経った、9年ぐらい経ったのかな、ね、あこれチングルマ、チングルマかな、丸いのが、花が丸いのがチングルマですね。尖ってんのが白山一芸、これチングルマっぽいね。わあ、いっぱい咲いてるチングルマ、わお。金梅、小岩鏡か。はい、ここ千畳敷の下の池からの合流地点にぶつかりましたね。ここから八丁坂、ここを登って稜線に出ます。オットセみたい。そうだね、オットセっぽいね。上にもなんかいっぱいあるよ。はい、鉄のはしごが見えてきましたね。結構登ってきた感ありますけどね、下からのあのアナウンスが聞こえるんですよね。実際そんな多分登ってないのかなって思います。越千畳到着です。千畳違った、越浄土だった。間違えた。宝剣岳、中岳、駒ヶ岳の方に向かいます。左ですね。といってもね、宝剣岳は今日行きません。ちょっとあっち怖いんでね、行かないです。あでもこういう日ってね、ライチョウが出やすいのでね、
ライチョウウォッチしながら、ライチョウウォッチしながら行きます。そうなんです、前の時にね迷いそうになったんですよね、なんか方向感覚が分かんなくなって、あうっすら小屋が出てきた、山小屋出てきた。そうこんな感じでねふわーって出てくるんだよね。はい、宝剣山荘ですね。ここのあのお汁粉がまあまあ美味しかったかな。前の時あの寒くてついついお汁粉食べちゃったんですけど、だからすごい美味しく感じた。ここでちょっとね稜線風がありそうなんで上行きます、レイン行きます。ここまでも風はあったけど、ね、あったけどね、やっぱ稜線今、風がちょっと、まあ、あんまり長く皮膚だったらしいね、そう、はい、中岳到着です。大きい岩が並んでますね。中岳山頂2925、ここがすごいね。はい、ちょっとここで行動食パンパンです。パンパンだね、本当何もかもがパンパン。パンパンです。パンパンです。あの昨日稲駅の近くにね泊まったんだけど、全泊で。その時にあの近くにドンキホーテがあって、そこでパンをね調達 してきたんですけど、ね、あの売ってるパンがすでに膨らんでんですよね。標高700ぐらいあるんだよね、稲の。サラミ、サラミで塩分補給。はい、今急な下りを降りていますね。下がねうっすらと見えるんですけれど、結構傾斜がありますね。石もゴロゴロしてちょっと足場悪いです。お、入ってきました。あそこ、あ、上が少し見えてきた。すごい勢いで。お、来た。やっとお出ましになった。見えたぞ。また白くなっちゃってますで、こっちが山頂方面なんだけどね、何も見えてないよしよし、おー、きれい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 、あと人ばかりがいる。あ、ライチョウがいる。ライチョウがいますよ。やっと会えたな。人だかりのところに、あ、なんか係の人がね見てますね。
なちゃんも、うん、あ、いた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 、かわいいかい、本社。はい、こっちの方がかっこいいな。はい。ああ、狛犬さん。でかいですね。でかくはないけどね。かっこいい。はい、じゃあ下山も気をつけます。よろしくお願いします。じゃあちょっと我が家もランチにしますか。2時間半、うん、1時間半なんだけどね、コースタイム。外調何回も取ったり花取ったりしてた。1時間4分にかかってるとかね、天気の回復待ちながら、うん、ね、ちょっとのんびり天気待ちだったのんびりしんペースで登って山頂で晴れてて正解じゃん、うんうん、すごいね、青空、リベンジ成功じゃん、成なんとかって感じね、前ここ来たって本当に何とか成功。いやでもね、今年の梅雨明けほどね、迷ったことなかった。今日だって1週間ずっと迷い続けてた、ずっと本当にね、チェックしてた。あの最初は船長に登ろうと思ったんだよね。違う、その前にもうね、とっくにあの穂高予約してた。北方をキャンセルしてで船長行こうとして、唐沢、唐沢ヒュッテをあの結構前から予約入れてて、でこの 3日間かけて行こうと思ってたんだけど、上高地からそれがね、そのやっぱ3日ぐらい前にキャンセルしたんだよね。でその後じゃあ船長の方、南アルプス方面いいやってことで、そしたらだんだんまた船長も悪くなってきてで最後に中央アルプスの基礎駒そんなわけですよ。今年はやっぱ不安定、うん、石いっぱい積んでありますね。
川の線。ああ、そっちか。はいはい。じゃあ行きますか。